俳優の大泉洋が来年1月2日放送の TBS 系バラエティ番組人間観察バラエティモニタリング新春3時間スペシャル午6時に出演。視聴者が叶えたい夢を芸能人が応援する人気企画芸能人ドリームモニタリングに初参戦し、2人の視聴者の願いを叶えるために奔走する。1人目は21歳の女子大学生で、叶えたい夢は映画館で映画を見られるようになりたい。小さい頃に行った映画館で見た上映前 CM のノーモア映画泥棒が怖くて、それ以来映画館に行くことができなくなってしまったという。そんな彼女を救うため大泉はあの手この手で彼女をアシスト。果たして彼女は映画泥棒恐怖症を克服し、自身がファンである大泉の出演する映画を無事に鑑賞することができるのか。二人目は大泉のファンだという母を持つ女性で、叶えたい夢はデブ症になってしまった大泉ファンの母を観光に連れ出してほしい。父が他界してからあまり外出をしなくなってしまった60歳の母を心配して応募したという。そこで大泉が横浜中華街デートを提案。突然憧れの大泉が目の前に現れた時、応募者の母はどんなリアクションをするのか。 MC のブラックマヨネーズも感動、笑い、そしてすごいサプライズもあります。小杉隆一、いろんな角度から楽しめる企画ばかりで、全感情が満たされます。吉田隆と自信をみなぎらせる2019年最初のモニタリング。その他の豪華企画も順次発表される予定となっている。